工事中の富谷駅西口富谷駅は、熊本県熊本市南区富谷町しじみずにある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。宇都駅から三角線に入る、天草湖線の系統も乗り入れており、利用が可能である。町名から命名された。富谷はかつてこの地にあった守府村と、杉谷村が合併した際に、富と豪が合わさってできた、合成地名である。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎とホームは、湖泉橋で連絡している。無人駅、自動券売機が設置されている。校内にトイレはないが、駅東側ロータリーに車椅子対応の公衆トイレが設置されている。2015年度までは、熊本市統計所による2016年度分からは、JR 九州のサイトで公表されている。 乗車人員数データに基づく。二千十九年度の一日平均乗車人員は六百十五人で、ある。JR 九州、新幹線部熊本総合車両所、ABCDEFGH、週刊 JR 全駅、全車両基地三十三号熊本駅、カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版、週刊朝日百貨二千十三年三月三十一日、 23ページ、交通新聞 P1 駅別乗車辞任。ありがとうございます。